みんな気づいてないの？さっきの方向はあの犬のだよ。きっとそいつが怪物たちを呼び寄せたに決まってる。見たの？そういうわけじゃないけど、安心して、きっとそうだと思う。じゃなくてよかったよ。あの犬を逃がしたのは残念だけど、あれは一体何なの？それよりあなたが犬を追いかけた時、どうして奴が敵だと分かったの？嗅覚？第六感？そんな感じかな。とにかく外れたりしないの。でもすでに相手を見失った今、どう進むべきかを決めた方がいいんじゃない？少なくとも同じ場所に留まったまま未知の敵に襲われ続けるような事態を避けられると思う。それはどうかな。でもあなたたちはこの私、大魔王コラリー様が出した答えを受け入れるしかないんだ。はっはっはぁ。え？もう結論を出したの？あなたたちにユーモアのセンスがないのは分かった。とりあえず本題に戻ろう。具体的な方法は割愛させてもらうけど、今の私たちが唯一測定できる量子移動、つまり今私たちを閉じ込めてる空間のエネルギー勾配だよ。具体的に言うと、この天然の罠は一つの洞窟だと思っても構わない。洞窟の中の渓流は地形に沿って流れる。私たちが水の中の魚だとすると、その流れに沿って進み続ければここから出られると思う。そうじゃなかったら洞窟はとっくに水で溢れてるはず。つまり私たちが果てしない深淵の底にいない限り、量子移動のエネルギー勾配に沿って前進し続ければこの空間から出る機会を見つけられるはず。壁に沿って歩けば平面の迷宮から出られるのと同じように、その時私たちは火星が固有世界にある表面に戻れるのかもしれないし、未知の世界の泡、例えば夢追い人の故郷にたどり着くのかもしれない。とにかく結果はわからないけど、過程は明確だよ。漁師はいつもそうだから。あ、進めば必ず道が開けてなんとかなるだよね。
そう理解してもらっても構わないけど、何でもかんでも私がまとめたように簡単だとは思わない方がいい。理論の説明に時間がかかるから、仕方なく比喩を使って大雑把に説明しただけだし。関係ないよ。過程を全部飛ばして結論だけを出したとしても、私たちは仲間としてあなたを信じるべきだもん。そうじゃないの？そうだね。そういうことにしておく。でも夢追い人、何か補足はないの？彼女たちの言う漁師の海と違って、あなたはこの空間をデータの海って呼んでたよね。うん、今まで一般化した漁師の海に触れたことはないから、教科書で学んだ知識で説明すると、私たちの惑星は100年前に大崩壊の侵食を受けたの。でも何かの奇跡のおかげで、私の故郷はデータの海に包まれて今日まで存在し続けることができたんだ。大崩壊による量子化。地球の終焉の繭が世界を破滅させた時に作った世界の泡のようなもの。夢追い人、あなたの通信機。謎の通信。もしもし、誰？おかしい、もう切れちゃった。どんな相手だろう。敵だったらここまで回りくどいことはしないはずだよ。うん、この空間が特殊だから外との通信が不安定になってるのかもしれない。ということは、進みながら次の連絡を待つしかないってことかな。知り合いだったらいいね。でも今のところはそうだと思う。もしかしたらこの件については万能な大魔王コラリー様が力になってくれるかも。だったらもたもたしないで、エネルギー勾配の方向はこっち。出発するよ。今のは無人機？個人携帯式警戒機カンブリア機534。警戒機能の他に信号中継機としても使える。そうじゃなかったらあなたは通信機を頭より高く上げるなんてバカバカしいポーズをとって信号を強くするしかない。みんなついてきて。張り切って、シュレイ。私に任せて。逃げられないよ。痛くない、本当に。ターゲットに接近中。よいしょ。また私の番。残念、また逃げられたね。うん、何度も面倒事を増やすなんて。次に会ったら絶対に捕まえてやるんだから。相手から見たら
私たちも面倒事を増やす側かもね。そんなの知らない。先にいじめてきたのはあっちだしそれはそうだけど、私たちの最優先任務はここから逃げることだよね。当たり前でしょ。違う、逃げるんじゃなくて突破だよ。うん、いい景色。え、そのどうして私たちなの。つまりこの謎の物質も量子井戸の一部を構築してるってこと。うん、今得られたデータによると、池の底にあるゴム栓のように私たちをこの量子空間に閉じ込めてる。それって私たちは何とかしてそれを抜くべきってこと。プールの水を抜くみたいに。その例えと同じように、それは危険な行為だ。私たちは渦巻きの中でもがく、ゴムのアヒルみたいになるかもしれない。でも基地内の無人機が私たちをここから出してくれるなんてことは期待できないと思うんだけど。それはそうだよ。でも一万歩引いて考えると、量子適応性を持つ人は少なくとも量子の海で餓死はしない。行動プランを考える余裕はまだあるはず。あっ、熱っ。熱い。待って、ケーキのメモリ何をした。別に何もしてないけど。これは一体。この映像が何なのかわからないけど、確かに私たちが二人を発見した時のことが記録されてるね。あのキューブが熱くなったと思ったらすぐに眩しい光を放った。そして二人が現れた。一人一人が半分を占めてて、胎児のように体を丸くした体勢だったよ。うわ、外から見るとこんな風になってたんだね。何も準備してなくて残念だよ。映像に残したかったな。異様点を間違えないで。少し前の出来事が私たちの前で漁師の海に再現された。こんなことがランダムに発生する確率はあまりにも低い。つまりこれも空間異常の一部かもしれないってこと。見ればわかる。それに二人とも関係がある。片方は石から現れて、もう片方は夢から落ちてきた。それだけで言うと、どっちがより怪しいかわからない。石から現れるのは別に珍しいことじゃないと思うよ。だってここはデータの海だし。彼女は私が夢で会ったあのセナディアじゃないって言ってたし、私たちと出会う前の記憶もないなら、文字通りに石から現れたってことになるんじゃないかな。データの海から急に人が現れる、よくあることじゃないけど別に珍しくもないと思う。冗談だよね。なんて言えばいいのかな。私自身もそうだから。というより、私や彼女みたいにデータの海で生まれた人は私の故郷では結構いるよ。生まれながらにして一部の常識を知ってること以外、私たちは普通の人間と比べてもそんなに違いはないの。生まれながらにして常識を知ってる。あ、例えば私と同じように最初からあなたたちと言葉で交流することができるとか。確かに宇宙人ならその自動翻訳機を持ってるだろうけど、私たちにはそんな超能力なんてない。そう考えると、私が自分の名前はセナディアだって知ってること自体十分変だよね。でも想像力を働かせてみて。今の投影は夢追い人がいたから現れたのかもしれない。彼女が夢で私に会ったのと同じように。つまりデータの海に関する特殊能力を持ってるから、それを通して過去と未来を占ったりできるんじゃないかな。そう言われても。大丈夫、やってみればわかるよ。そうだよね、クラリ。
エネルギー勾配と異常現象の関係を言ってるのなら確かにそうなるけど、でもそういった占いが私たちに実質的な助けをくれるとは思えない。どちらかといえば夢追い人の通信機が正常に戻るタイミングの方が気になる。やった、コロリーも夢追い人のことを認めたんだね。じゃあ早速出発しよう。誤解しないで、別に夢追い人をそんなに信頼してるわけじゃない。その通信機の役割を認めただけ。そう言わないでよ。ほら、あの言葉があるでしょ、始めよければ終わりよしってね。セナ、場を盛り上げるの得意だね。あ、またさっきと同じ投影。ドニグル、まだ私を理解することにこだわっているのか。そんなことに意味はない。お前は犬でしかない。こういった街はどこにでもある。外の人間は中に入りたいと思い、中の人間は外に出たいと思っている。人生も例外ではない。闇夜は何もないのに、なぜ私を慰められるのだろうか。忘却の風は全てを撫で、果てしない空だけを残す。ここで意味を作った者もいれば、意味を排除する者もいる。もしあらゆる星がなくなったとしたら、私はうつろな空を眺め、暗黒を崇高なものとして感じるようになる。お？この人は誰？どうしてあの犬を連れてるの？私に聞かれても。待って、あっちにまた。え？どう？今回はつながりそう？親切姉さん？あれ？知り合い？彼女は、ダメだ。他のチャンネルなら、違う。現地調査の結果によると、あの子が失踪した時、モバイル通信機しか持ってなかった。他のチャンネルでやってみても意味はない。通信機に記録された最後の心拍信号を見る限り、あの子が行った場所は、データの海以外にないだろうって推測できるけど、この傾向だとデータの海の深部ならあの子を見つけるのは至難の業。あ、このピークは10時17分48秒。一時的にあの子の通信機とシステムがつながったの？あ、消えた。知り合い？しかも、あなたを探してるみたいだね。うん。彼女は親切っていうの。私の先輩で、同じ先生のところでデータの海の研究をしてる。もちろん、私はまだ初心者だけど。そんなの今はどうでもいい。通信機の時間は？午前10時29分。どうして、あ、さっきの通信記録、午前10時17分。おめでとう。漁師の海で生配信に間に合ったね。もし運が良ければ。まあいい。まずは一歩目を目指そう。期待値を管理する上で、勝手に望む行為は最悪だから。ほら。そんなに順調に行くわけないよね。投げ払え！ぼーっとしないで。本当に。あった。空中リレー！
あっ。